よいしょ、あら、いないぞ。クララもグレオも、あ、なんかさ、これ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 よ。うん、カーニバルの屋台。なんか2月の28日にカーニバルっていうイベントがあるらしくって、それの家具なんだけど、これ毎日入れ替わってるんだよな。これなんかでも当日に集められるっぽいんで買ってないんですけど、クリスマスの時みたいにね、おもちゃの家具いっぱいもらったもんね。で、あとなんかここになんか売ってんだよな。あ、これこれ、ビバカーニバルリアクションたっきゃめっちゃ高いじゃんこれ。これなんか買っちゃおう。よいしょ。なんか2月28日までの限定商品となっておりますとか言ってたから、一応買っとくわ。やったー、なるほど、納得。新しいリアクション覚えた。これでなんかあれなのかな、カーニバル用のリアクションみたいな感じなのかね。紙吹雪、わー、あー、すごい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 、いいね。ビバ、すごい。あー、なんか豆吉と粒吉もなんかピカピカになってる。面白い、いいですねこれ、盛り上げる。ヒューヒューヒュー、めっちゃ煽るじゃん。で、リズムに乗るね。おー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 、いいね、ノリノリだね。いいっすね、これがカーニバルの時に使って楽しいリアクションって感じなのかな。これめっちゃいいじゃん、紙吹雪とかね。楽しみだな。2月28日動画撮るので、カーニバルがね、ちょっとどんなイベントなのか詳しいことわかんないんですけど、楽しみっすね。よいしょ。てかみんないないんだが、あら、ここにもいないですね。フララとグレオがいないんだけど、よいしょ、どこに行っちゃったのかな。あー、今日はなんか買うもんあるかしら。よいしょ、いつも綺麗めだから、たまには渋く行くか。バイク好きそうグレオと気が合いそうだな、たまには。よいしょ。ね、アサミさん、うん、え、なに、え本当に本当に今ドキッとしちゃった。何くれるん、なんかくれたんだけど、え、何、うん、え、あ、布地、なんか今食いもんかと思っちゃった、なんか知んないけどバレンタインも近いんでチョコレートでもくれるのかと思ってしまいました。家具って布地の部分を張り替えてリメイクできるじゃないか。うんうんうん、あ、そうなんだ、ありがとう。へえ、ありがとう。はい、あ、パターンあるよね。全部の家具に使うわけじゃなくて、物によります。あ、そうなんだ、了解です。心を込めて、ありがとう、嬉しい。これ見れるんかな今。あ、これかな、これな気もする。レトロ、このバラエティってやつは持ってたんだよね。こんなあった、なかった気がするな。かわいい、なんかひよこのやつとか、多分これをくれたんだと思うんだけど。あさみさん、ありがとう。日曜日なのにわざわざ来てくれるなんて嬉しいわ。だって女も言ってくれるの、え、私ですか、ふふおー、やばい惚れちまうよ、あさみさんに。なあ、ずるくない、最初あんなにそっけなかったのに、こんなにニコニコされたらさ、たまんねえぞ。え、私はこうして仕事しながらおしゃべりしてる時が一番楽しいから理想的、あまりにも理想的な女子。一日中店の中とはいえ、やっぱりこう天気がいい日はなんとなく嬉しいね。え、今日いい天気だね。つい明るめの記事多めに塗っちゃう。あ、そうなの。喋ってから縫い始めるまでのこのラグのなさよ。時々この島ことのって、ああ、来てる来てるね、妹、そう、真ん中のね、3人姉妹の真ん中だって言ってたのね。なんかちょっとそっけないところがあるんですけど、仲良くしてやってください。本当、でもケイト、そう、ケイトのキャップ
もらってからさ、このお店でケイトのキャップがよく売ってるんだよね。だから多分1個もらうとここで売り始めるんだと思うんだけど、私と似て人見知りしがちだから、これも姉妹ゆえなんでしょうね。ニコニコじゃない、あさみさんがね、えキヌちゃん、かわいいあさみさん、すっごい喋ってくれる。今年もほんまに寒いですね、うん、冬服の服で、ファッションを楽しんで気持ちだけの寒さを跳ね飛ばしてね。これなんかめちゃめちゃ喋りまくってるじゃない、買いまくってるからこんなに喋ってくれるのかな。人中店の中とはやっぱり好天気、あそうね、うん、よいしょなのかしら、わからんけど、めっちゃいろいろなんか身の上話とかも超喋ってくる。レオモさんってどんな感じの服がお好みなんかしら、だってうん白と緑のギンガムチェック、ほうなんそれだけな、なんか俺が買ってるものの傾向から言ってるとかではないんだ、もうただのキヌちゃん、違う、キヌちゃんが今着てる白と緑のギンガムチェックを着てる今まさに、かわいいわあさみさん、よいしょ、じゃあね、おきに。さあ行方不明の2人を探さなくちゃいかん。グレオとフララ一体どこが消えたのか、グレオがフララを連れ去った可能性があるぞこれ、うちの事務所に興味ありませんかっつって騙して連れ去った可能性がある。フララはアイドルを目指してるからホイホイついていってしまったかもしれない。あ、いた、グレオグレオ魚見に来たの、グレオや、おいよなあ探してたぜなんで照れんだよデートみたいで恥ずかしい、うん、故郷の川を思い出すってなんだよああそういうこと、あこ、うん、川で育ったみたいな想像しちゃった今、故郷にある川な、地元のやつら今どうしていくかな、うんうん、しんみりしまったぜ、だって、どんなところで、まあ、グレオも結構田舎生まれ感あるからな、グレオ、よいしょ、川とか自然いっぱいなところにいたのかな、もうちょっとお話しようや、うん川の魚の季節だよな、でニヤッとしよう、この魚見た後は実際に釣りに行くってもいいな、まあね、いいですね、ほんと罪な業の深い生き物だよな人というものは、まあ、豚だけどグレオは水族館行って、なんかその後魚、水族館に入ってるレストランで魚出してきたりするしな、葛西臨海公園のマグロの大水槽を見た後にそこでマグロのカツとか食ったりするからね、なんと業の深いことだ、いやこんなところで伊藤に今度は川で会おうぜ、だって伊藤はレアだからな、なかなか釣れないぜグレオ、おうよ俺が寄贈したからな、グレオちょっとグレオと水族館に来ましたかわいいグレオすごい見てるじゃん、なんかいいな、なんかいい写真っすね、なんだろう、なんかわからんけどいい写真だ、綺麗、引きもいいっすね、あごめんグレオ白目向いてるとこ撮っちゃった、まあでもしょっちゅう白目向いてるしいいか、いいね、何見てんのグレオ、こっちはお岩のとは渋いね、俺はやっぱりこういうやつが好きだな、まんね、おこれも俺が寄贈したぞグレオ、隣のとこ行ってみ、すげえぞ隣なんて、めちゃくちゃでかい水槽なんだからな、水族館あと1匹とあれか、あの海の幸が2つくらいかな、いいねグレオグレオもちもちしてそうで可愛いよなグレオ可愛いわ、あーフララこっちにいる、今日はずいぶんみんな博物館にいるのね、フララヒグだね、探したんだけどね、こんなとこで会うって嬉しいな、ダミン餌取りに来たんじゃないだろうなフララ、食べちゃダメよ、食べたら完成したんだからせっかく、止まってる虫を見るとついつい捕まえちゃうダメだって食べたらダメ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 、イノムシパクッとパクッといっちゃうぞこれ、やっほー、もっとお話しようや、せっかくだし
この辺はイケメンの虫そうになってあたいドキドキしちゃうよ。心の準備準備ダミ。ここら辺はやっぱカブトムシとかがないるからイケメンゾーンなんだ。これゾーンによって言うこと変わるのすごいね。クララと博物館デートに来たよ。追いかけちゃおうかな、このカメラで。フララのこと追いかけちゃうぞ、これ。ロケ、ロケ、ロケしよう、フララ。今日は博物館に来ておりますって言って。フララ。かわいい。イケメンの虫に見入っているフララ。ずっとタマムシ見て全く動かないんだけど。うん。そうなん。あたいタマムシの色みたいにいろんな側面を持ったミステリアスな女になる予定なんだ。ダミ？そうよ。恐ろしいことね、全部の虫を俺が持ってきた。よかったよかった。喜んで、こうやってみんなが喜んでくれてると取ってきた貝があるってものだね。なフララ。今日はアイドルの卵フララさんと博物館に来ております。フララさんは虫に興味があるようで。お、見てるね。ホタルを見ていますね。フララさん。あ、すごい見てるね、ホタルを。お、ホタルをもうすごい見て、あ、すごい見てる、ホタルを。おぉ、すごい食い入るように見てますね。美味しそうなホタル。めちゃくちゃ見てるな。ホタルを見る二人。いいですね。この辺はどうだい？お話しようよ。うん、そうね、みんな虫取るの尋常じゃなく下手だからな。取ってるとこ一度も見たことないからな、虫を。てかこっち側来てるのあんま見たことない、初めてかな、もしかしたら。いいですね、よいしょ。これでみんなお話したかな。さあ今日はね、化石また大量にあるんで、今日こそ、今日こそ化石を完成させたいと思っている。そしてさらに、俺は今日素潜りをしようと思っている。2月にね、なりましたしね。あ、ホタテだ。出たな、ラコスケ。なんか久々に会った気がすんな、ラコスケに。はい、今取ったホタテあげまーす。だぞ。今日の一言をください。てか、マーメイドのやつくれや、レシピとか。サンキュー。いつも真珠だけど、お願いします。今日の一言。今日のラコスケ。忘れたくないほど大事なことならば、ノートに取ってはいけない。そうなん。そうなんですか？だよ。そうらしいです。皆さんもね、この言葉を今日は心に刻んで、生きていってください。で、何くれたん？あ、マーメイドの柵くれた。やったー。珍しいマーメイド柵くれた。おおお、早い早いな。ちょっと待って、今右側に早いやつもう一匹いなかったか。ちょっと待って待って待って、ゆっくり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 。俺はこの方法を編み出した。ゆっくり近づいて油断したところ、ほら来た。これ早かったよな。なっ、なにこいつ、千住ナマコ、キモかわいい。なんか出た、やっと新しいの出たな。千住、ちょ待って、右にもう一匹いたんよ。ダブルで早かったんよ。待って、こいつか、こいつも多分早かった。あ、早い、めっちゃ早いな。今日はすげー出るわ、早いのが。よいしょ。ズワイガニドーンと、よいしょ。ズワイガニもタラバガニもいっぱい取れたな今日は。よいしょと。よーし、なんだっけ、千住ナマコなんか取れましたね。これか、千住ナマコ。どんな感じなんだ。おい、あ、水槽ですね。ちょ見てみっか。おい見えねえ、何も見えねえ。キモかわいいって言ってたけど本当かな、本当かしら。あ、でも、あ、でもちょっと、かわいい。でもかわいいぞ、これは。いいじゃない。ダイオウグソクムシとか、普通に結構、グロいけど。これちょっとかわいいかも。ナマコなのかな？
千住ナマコ取れましたね。今日はめちゃくちゃその早いレアなやつがいっぱい取れたな。カニだらけ、カニパーティーできるぞこれ。俺もう3匹ぐらい1回売ってるしな。めちゃくちゃカニ、1,2,3,4,5,6,7 10匹ぐらいカニ取れたな。はい、よいしょ。マーメイドの柵ね、これさっき教えてもらったんで可愛いんじゃないの。あらメルヘンですね、可愛らしい。いいじゃない。あそこの庭にさすがに誉れ城の鬼はこれにしたら可愛すぎちゃう。さあさあさあ、じゃあ、どうしよっかな。寄贈する、パニーの島とか行ってからにするか。よいしょ、サンキュー。似合うな、なんかこの格好とこの飛行機みたいなやつ。はい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 。さあ今日、あ、カットリーンさんもそうだっているし、これは俺これ確か買ったんだな。素敵な名画本物だと思うんだけど、じっくり見る。これはあ、これ目つぶってんじゃん、偽物だな。なんかあれじゃん、おしゃれなピアス、イヤリングしてないですかこれ。真珠の耳飾りでしょこれ。なんか星のやつつけてますね。これは有名なフェルメールって、これ本物ね、多分本物だと思うやつを買ったから、ちょっと今日寄贈すると思うけど、あれだ、すごい名画。これはどうだったかな、ちょっとじっくり見てみよう。俺これもでも買った気すんだけどな、確か買った記憶があるんだが、でも明日入荷するから買っておけば、買っちゃおうかな。カニで10万ぐらい儲けたし、カニ漁で今日はこれ買っとくか、面白いこっち面白いし買っとこう。おい、星の耳飾りつけてね。明日これで入荷するかな。稲荷くじもしようかな。おい、500円ね、1回だけだよ、1回だけにしなさいよっつってお母さんに言われるやつ。おい、若草のセンス、またセンスだ。でも持ってないセンスだな。サンキュー。さあじゃあカットリーヌさん、今日も切ってもらおうかな。うん、ほんと、じゃあお願いします。おしゃれなのにしてな。まあ今日はでももうパーティー終わったから何でもいいけど。はい、最近男の髪型にしてくれてるから。あれ、あ、違う、襟足がある。前このなんかあの組お抱えの殺し屋みたいな格好してた時さ、気に入った、この髪型にしてたんだ。あとあの彦星やった時、風子が来た時、でも後ろ襟足がある。イエーイ、これも新しい髪型かな。いいじゃない。これでもこれどうなんだ、これと女の子用の髪型なのかな。結構いけてるんだけど、ね、さあさあ、それからじゃあハッキーミーさんやってく。この間ダメだったからな、運勢を知りたい。でもあの開運グッズいいっすね。商売道具普通に1万で売ってくれたけど、インチキじゃないのか。だとしたらさあ今日は何が見えるかな。上昇してくれ。ケハモルだ、ケハモルだ。水晶はお見通し。キーキラー。さあ今日は何が見えますか。うん、見えてきた。お、あ、なんか良さそう。お、良さそう。美味しい手作り料理に舌鼓、栄養バランスバッチリ、トイレもすっきり。また健康か、上昇だ。これの時はなんかフルーツとか食べると2回パワーがつくんよな。ありがとうございます。今日はいい運勢でした。でも開運グッズがちょっと欲しいから加工して加工してほしいまだあるんだから。ハッケミさん寝ちゃったけど、あれ相性、そう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 、これもお願いします。誰にしよっかな。まあ普通に、まあ、ミラコはまだ聞いてないか、ちょっとミラコの聞いてみよう。はい、お願いします。まあでもミラコはもう
バリ仲良しでしょ。うちらずっとも最高のマブダチでしょ絶対ね。誕生日パーティーもめっちゃやってくれたしさ、ね、推奨はお見通し。へー、1号がマックス仲良しだったからミラコも同じかな。あらーかわいい出てきたミラコ。どうでしょうミラコの頭の中。あ出たな俺の喜怒哀楽すべてがミラコの脳を覆い尽くしている。ミラコさんの頭の中あなたこといっぱい。いいね、強い絆で結ばれている。最高に仲良しなのかな。嬉しい、まあ、ミラコと1号は付き合いが一番長いしな。やっぱり嬉しいな、この2人超仲良しなの。よし、さあさあさあ、まあみんなあれだ、シャンクちょっと見ていくか。シャンク今日は何が売ってるんだい。おーおー、なんかスキーブーツ、甲冑のスネアってすごいの売ってるんだよ。風呂敷とかモンベルのバッグ、リュックサック売ってますよ。バックパックか、スキーブーツか、甲冑のスネアって買っとくか。おい、これちょっと買っとこう、なんかに使うかもしれないからななんか甲冑のスネアと使う日が来るかもしれないからな。やっぱ普通に生きてそういうこともよくあるじゃないですか。あー甲冑買っとけばよかったな、甲冑のスネアと買っておけばよかった。そういうこともある、生きていれば。流れるように風呂敷買ったけど、サンキュー。こんなもんかな。あんじゃあ帰りますかね。さあカッペイさんの島にもじゃあ行こうかな。ほい、はい、行きます。ハニワ取れるのいいしな、ハニワ集めてえし、レアな島も出るかもしれんし、一応行こう。さあカッペイさんの島に行こうかなと。生きて、ほら生きてよツアーに。なんかいい島に連れてってくれよ。てかこれカッペイさんのささじ加減だよな、よく考えたらカッペイさん次第じゃないか。なんかレアな島知ってんでしょ、こんだけ船漕いでたら。ガー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 、これ聞いたことある、バーバー。もう聞いたことなかったら B ボタン押しちゃうよ。バー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 ン、でもなんか途中に挟む一言が変わってきてんだよな。カッペイさんとも仲良くなれる、アサミさんみたいな。パー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 ン。お、なんか呼び捨てし始めたぞこいつ距離近づけてきた、急に一気に詰めてきた。いや元気が出るぜカッペイさん、今日も背中押してもらっちゃったな、カッペイさんに。パチ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 。さあ今日の島は、お、ん、これは小麦の島か、多分そうだな。季節の島ではないく野菜の島かな、これは。小麦いっぱい持ってるけど、これ小麦のレシピが出たりするのか。小麦とだし、あ、飛ばしちゃった。梨じゃねえか持ってなかったからいいけど、なんか前もこんなことあった気がする、ね。まあ、とりあえず小麦を片っ端から盗んでおこう、借りたい。で、ハニワも取ったしね、オッケー。お前カッペイさんの歌を往復聞くだけみたいになってきてるな最近。普通の島ばっかりだからね最近は。でもこれがメインみたいなもんだな、カッペイさん。聞いたことあるな。おめえとか言ってっかんな。客によ。出たらマヨネーズ。人
言ください。これは聞いたな。ほら BBB B 連打 B 連打。うわあ、来た。もうちょっとだったもんな。残念、最後まで歌いきれなかった。のど自慢だな、のど自慢大会カーンっつと。さあでは博物館に行きたいんですが、大量にね常吉から買ったのと、あとなんか結構手紙につけてさみんながくれるんだよね、はい、いっぱいあるのでちょっとこれをまず一回紹介してるか。これがフェルメール、真珠の耳飾りの少女、多分本物だと思いますけどね。にヴィーナスの誕生、これも本物だと思うけどな。これもビジュチューンでいいな。委員長はヴィーナス、ヴィーの化身でも貝殻とこは法則違反。今知ってる人湧いてるから、今美術院知ってる人は湧いてる今。そしてこれな、風神雷神図屏風の右側、これも本物でしょ、緑色だから。に、これも見たことがありますけどね、これも変なところないと思うんだけどな、どうでしょう。さらにこれもですね、これも多分本物に見えますけどね、これも有名なやつですけど。で見返り美人はちょっと微妙です。本物かどうか微妙なラインですね。これね、一応これ持ってるわ。で彫刻もいっぱい買ったんすわ。ちょっと待ってね、リリシー彫刻ってなんだっけ。あダビデ像出ちゃった。あまずいまずい。で母性あふれる彫刻、あーこれも買ったわ、こんなも買いましたね。神秘的な彫刻ってなんだ。あー買った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 。もうこの辺は分からん、本物か。ダビデ像は大丈夫じゃないかなと思うんですけどね。あでこれはね多分偽物ですね。これはおそらく偽物だと思うけど、これ見えるかな、ちょっと待って。なんか隠してくれてるじゃん、ありがとう。ワンチャン動画バンされる可能性あるからな、これアップにしたらさすがに綺麗に隠してくれてる。でこいつ腕時計してんのよ、これ多分だから偽物だと思うんですけど、買いました一応。で、あとね、ちょっと待ってよ、これかな、手がかりの彫刻、これ買ったんだけど、おなんかすげえと思って買ったんですけど、その後に誰かが手紙でこれをくれて、どっちってかこれよく考えたらまあ青いわけねえよな。かっこいいと思って買ったけど青いわけねえから多分黒い方が本物なんだろうな多分。であともう一個、本物と偽物が手に入ったのがこれ、妊娠彫刻と土偶ですよね。どう、もう一個ね、これがこれはこれも確実に偽物だよな、これな、これこれこれ、ロボットがしても口コアホンで、よく見たら口モンスターじゃねえか、アンテナみたいなのもついてるしな、これは偽物でしょうね間違いなく。これな、これかっこいいんですけど、これなんかどっかに置いておけるな、これな使えるわ、これも使えるかもしれない。まあこんな感じでいっぱい買ったんで、まあ、とりあえずちょっとねフータに全部鑑定してもらっちゃおう。よいしょ。